ついてどう思うの？系統が変わったじゃん。うん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 、僕自身、うん、シャッ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 俺ってさ、なんか言っちゃったけど今はもうシンプルイズベスト。いやメルチなんかもうちょっとイケメンなファッションというかさ、もうちょっとこう爽やかな今ねダサめって感じもうちょっとね爽やかにしたいなと思いまして、本日の企画は彼女がプロデュース彼氏の全身コーディネート。今のこの秋田の状態でだったらこうした方がかっこいいんじゃないっていう感じに改造していこうかなと思います。じゃあまずはファッションチェックからしていこうかなと思いまして、まずこちらのパーコネックです。これクロムですか？クロムハーツです、ね、こちらはパーカーですね、うん、最近イエロー好きだよね、チーノだけどね、うん、出たカリパク。夏なんで、うんうん、薄いね、まあ、デニムでね、うん、これもまあ、うん、俺じゃないんだけど、うん、そうだね今日のポイントは、うん、夏春かな。秋田いつも思うけど季節感がなさすぎ。もうちょっと季節感も取り入れよ。実はもう用意しちゃってます、秋田に着てほしい服を。そうなの？うん、ちょっと待ってて、うん、待ってるわ。うん、やばいかな。じゃあまずはね、もうこの暑苦しいデニム、うん、かわいい。俺ハーパン履かないもんね。履かないよね。トップスはまずは絶対秋田が自分で買わないであろうポロシャツ、これ絶対可愛いと思うんだよね。もしくは T シャツがどうしてもいいっていうのであれば、可愛い、これ可愛くない？メロチ、あのチェックシャツを腰に巻くファッションがすごく好き。好きだね。どっちがいい？一回着てみようかな。じゃあこれ着ればいいの？そうだね。はい、着けていいで。はい、おいでや来た。なんかさ、うん、少年じゃない？いいやん、ほら超爽やか、似合ってる似合ってる。ほらなんかゴルフできそう。待ってほらなんか爽やかさがプラス20ぐらいアップしちゃう。うん、いや30ぐらい上がったかな。なるほどね。うん、いいと思うよ。ちょっともう一個、もう一個向けて、うん、かわいいじゃん。え、かわいくない？爽やかだね。いいよ。今両方着てみたけど、うん、どっちがいいですか？こっちだね。そうだね。はい、無事にメロスコーデが完成しました。じゃあね、アキタンに登場してもらおうかと思います。アキタンどうぞ。あー、いいよ。おー、爽やかだね、アキタン。なるほど。うん、爽やかさが 50% プラスされた感じ。これに、これのファッションポイントは？ファッションポイントは、季節感を重視した爽やかさ、うん、っていうことで、まあ髪はもう全体的にもう後ろに持ってっちゃって、付き合った当初とかはね、もう横髪命みたいな。この辺はだと思う。もう隠す隠す、もう顔隠すみたいな感じだったやん。いろいろカタカタしてちょっと輪郭も小町になったから、うん、今出せるね。顔出せるでしょ。これ多分なかったらただの少年になっちゃうから。うん、確かにちょっとこういう小物でおしゃれ感を出すみたいな。うーん、ただメロチこれなんかこちゃこちゃいろいろやってるうちに気になる部分がね出てきちゃって。どうしても。どこ？お顔の毛だって肌白いじゃん、うん、だから余計その産毛だったりとかね、ヒゲが目立っちゃうの。これこっからしたら薄いな、毛がすごい、うん、こっから上濃いけどこっから下薄いからな。嘘、めっちゃ薄くて、でもちょ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 って産毛はね、そう見たらわかるかなぐらい。毛を綺麗に処理してもうコーディネートを完璧にさせるために脱毛に行こう。今回はもう強制的に脱毛に行こう。メロチが前に行った脱毛サロンがあるから、うん、もうそこに行こう。うん、いいよ。今から、はい、行くよ。はい、準備して。今日行くの？カバン持って、はい、行くよ。今日行くの？行く行く行く。はい、行く行く。今日。ほ
が手術を受けた時に本当に良かったので、今回はアキタンもここで脱毛をしてもらおうと思います。アキタン、準備は OK？ OK。 ドクドク言ってる、緊張してるのかな。行くよ。本日はご来店ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。あの、はい、前回、はい、地位来た時に、はい、腕と脇と足の3部位を脱毛させてもらったんですけど、はい、それってまだやってますか？はい、まだやっております。おお、よかったね。はい、こちらかなりお客様からご好評いただいておりまして、初回来店時に限りまして脇と腕と足の人気の3部位を100円で受けていただくことが可能となっております。やったね、ウェーイ。100円。うん、今回実はやりたいのが、はい、チーじゃなくってアキタンなんですけど、大丈夫ですかね？はい、今回特別に対応させていただきます。よかったね。ちょっと女っぽいもんね。はい、アキタン、じゃあお着替えしてきてね。はい、一人でできる？できる。大丈夫？ちゃんとお着替えしてよ。はい、待ってるからね。いや、大丈夫かな。アキタン一人で何もできないからな、心配だな。引かれていきますか？
やろう。ガチャガチャ。うん、やります。はい。ハワイ。来た。これハワイだろ。わっ。ハキタン。超お得な脱毛チケット20%オフが当たったよ。ウェーイ。いいやん。これっていつから使えるんですか。はい、こちら当日からご利用いただけます。え、すごない。だいたいさ、こういうのってさ、次来る時からやんか。うん、今日から使えるんやって。はい、というわけで脱毛が完了しました。あきたん、どうだった。いや、めっちゃ早かったし、うん、肌にもね、うん、めちゃめちゃ優しいから、うん、よかった、うん、ツルツルになった。ツルツル、本当なんかプルプル肌だよね、うん、あのやってもらってる時にも言ってたけどさ、予約も取りやすいって言ってたから、うん、あれはいいよね、うん、そうだね、うん、だからもう、こう気になってるね、うん、人とかね、うん、あの気軽に、無料カウンセリングとね、脱毛体験、まあ、してみてほしいなと思いましたね。ここの問題のおひげちゃんもね、綺麗になったしね。これでメロチプロデュースのコーディネートが完成です。今ササラでは期間限定で脇と腕と足の3部位の脱毛が100円で実施ができる超お得なキャンペーンをやっております。その他にも大変お得なキャンペーンをやっているので、詳しくは下の概要欄をチェックしてみてください。また前回紹介した時よりも店舗が増えていて、今は新宿と銀座と渋谷、大宮、大阪の心斎橋、そして6月10日には横浜西口店がオープンいたしました。めっちゃ増えたね。めっちゃ多いね。すごい、儲かってんねまだまだね、予約はできるみたいなので、こちらもぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、って感じで、よかったらチャンネル登録と高評価やろめろ。バイバーイ。